兄弟姉妹、霊感あふれる素晴らしい大会だったと皆さんも感じられたことでしょう。この2日間、主の御霊を豊かに感じ、心が燃え、この神聖な技への証が強まりました。世界中の教会員を代表し、 この大会で話したすべての兄弟姉妹に感謝の意を表しますモルモン書にあるモロナイの言葉が思い浮かびますまた教会員の集会は御霊の導くままに精霊の力によって教会員が指導した教えを説くことも進めることも祈ることも 恋願うことも歌うことも精霊の力によって導かれるままに行われた。この大会で聞いたことをいつまでも覚えていることができますように、すべての話が来月号のエンサイン及びリアホナに掲載されます。メッセージを研究し、その教えについて深く考えるよう強くお勧めします。 この大会で解任された兄弟の皆さん、長年にわたる献身的な奉仕に深い感謝の意を表します。皆さんからの惜しみない貢献により、すべての教会員が息を受けてきました。はっきりとお伝えします。今日、今日この世界で、 私たちが直面する困難をよくご存知の天皇の父は、今しみを守ろうと努力し、祈りを通して神を求める私たち一人一人を愛し、祝福してくださいます。兄弟姉妹、教会は世界中に広がっています。それぞれの国で私たちが良き市民となり、それぞれの町で良き隣人となれますように。 教会員と同様に他の信仰を持つ人々とも良い友人になりましょう全てのことにおいて正直で誠実な男女になりましょうお腹を空かせ貧困に苦しむ人々が世界中にいます私たちは手を取り合って苦しみを和らげ 必要なものを提供することができます。互いを思いやる心を持つ皆さんの奉仕に加え、教会の基金に対する皆さんからの惜しみない寄付のおかげで、教会は世界のどこで災害が起こってもすぐに行動,行動することができます。教会は真っ先に駆けつけて、できる限りの援助を行う団体として知られています。 これからも可能な援助を続けてくださるであろう皆さんの貢献に感謝しています。違った種類の困難もあります。特に若い人々の中に麻薬や不道徳、非公集団、それらに類する深刻な問題を抱えている人がいます。さらに、孤独と戦っている人、 夫や妻を亡くした人、他の人との交わりや優しい気遣いを絶望している人がいます。私たちが周囲の人々の必要に敏感に気づき、助けの手と愛ある心を差し伸べることができますように、兄弟姉妹、天が確かに開いており、イエス・キリストの回復された教会が、 今日、この地上に存在し、救いの岩の上に建てられること、建てられているということは、何という祝福でしょうか。絶えざる刑事は、イエス・キリストの福音にとって欠かすことができません。皆さんの家路が守られますように、平和と調和と愛のうちに生活できますように、救い主の模範に日々従えますように、 神兄弟姉妹の上に神の祝福がありますように私とすべての中央幹部のために祈ってくださり心から感謝していますクリストファー・マーローの戯曲の一つ「フォースタース博士の悲劇」の中で神を信じず サダンの道に従っていたフォースタス博士が登場します。死体放題な生活の末、罰が待ち受けるばかりとなった邪悪な生涯の最後で、博士は後悔の弁を述べます。燃える火よりもはるかに悲惨なことがある、神の見前からの永遠の追放だ。 兄弟姉妹、神の見前からの永遠の追放が最も深い悲しみであるなら、神の見前で永遠の命を得ることは最も素晴らしい目標です。皆さんがこの最も尊い報いを得るために、 熱心に努力し続けることができるよう心を込めて祈りますこの技が真実であることまた救い主が生きておられご自身の教会をこの地上で導かれていることを明かします6ヶ月後にお会いするまでお別れを申し上げます 私が使えるナザレの覚えてください。私たちがどなたの皆を使って祈っているのかを、主はおっしゃっています、見よ私は戸の外で立って、戸をたたいている。主の声に耳を傾けましょう。 私たちのドアにドアを叩かれるときに私たちがそのドアを開けることができますようにナザレのイエス救い主あがない主の皆によりイエスキリストの皆により申し上げます。アーメン